皆さんこんばんは。きっとフェノメノンの川口相馬です。本日はお願いします。お願いします。皆さん、はじめまして。バリスティックボーイズの日高龍太です。よろしくお願いします。はじめまして。湘南からやってきました。平井大ではなく、肉プレート大です。よろしくお願いします。お願いします。これちょっと言いたかったんだけど、ファンの皆さんも知ってる方は知ってくれてると思うんですけど、ずっと昔から一緒だったじゃないですか。うん。前面コンビみたいな感じで。うん、僕、今回のバトルオブ東京で、ちょっとネオエグザイルで気になってた子、実は相馬くんなんすよ。でもまずは、僕目が悪くて何も見えない状態なので、とりあえずコンタクトをつけに行きます。そうなんや。コンタクトをつけますと、相馬。はい、コンタクトつけます。僕は、朝起きたら、その必ず、ベッドの横にある窓を開けます。そして、太陽に向かって、今日もよろしくーって叫ぶのから始まるかもしれないですね。僕から食べる朝食とか朝ごはんは何を食べる？みんなと変わらないようにお米とかパンとかもあるんだけど、食べるときに必ず、まず、ママとパパに連絡して、ママとパパいつもその、28年間僕を今育ててくれてありがとう、みたいな。愛をもらいながら育ててもらったおかげで、僕は今こうして幸せに暮らして、また素晴らしい朝を迎えることができて、食事のありがたみを感じれてる、みたいな。28年間ずっと毎日、365日、28年間。うわぁ。レイタンは？毎朝起きたら、裸足で、世田谷公園に行くよね、行った。大地を、感じるというか、まあ、程よいやっぱウォーキングを兼ねて。それを踏まえた上で、相馬、多分、はい、言い足りてないっていうか、コンタクトつけた後の話。そう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 。すいませんすいません。僕もお二方と同じように、やっぱ、なんか、自然っていうか、外感じたいんで、うん、川に、泳ぎの練習に行きますね、毎朝。コンタクトつけてね。つけて、見えるようになった状態。見えないとちょっと危ないんで、うん、見える状態になってから、一応、近くの川に。目黒川いただけるといるかもしれないんですけど。浅い。だいぶ。まあそうですね。でも、浅いんですけど、あそこで泳げるようになったら。浅い。目黒川ね。そんな泳げるような川じゃないんだけど。うん。俺なんか、ファンの方から何泳ぎかなって来てるよ。あ、まだ来ないですね。目黒川ね。バタフライ。バタフライなんだ。え、これ、だい、こう、ガーンって顔面もいっちゃうんじゃん、あんまり。危ないんですけど、それはコンタクトすることによって、こう、見えるようになってるんで、大丈夫です。ああ、なるほど。はい。桜とかさ、お花見シーズンとかあんじゃん。やっぱ。あ、その時は背泳ぎで、こう、桜見ながら。ああ、そういうことですね。はい。レア、動いて、レア。レアさん。え？ああ、レアさんいなくなっちゃう。残念ながら、あレア来た？あ、ごめん、高音注意になりました。とっちめっちゃラグってたで、今。え？二人して。いや、そっちがね。なんで？俺はさっきから全然普通に。いや。あれこれラグ、ラ、あ、あ、止まってる？それで、トーマがさっき言ってたやつ。あ、止まってます。っちっていうか、相馬のモーニングルーティーン付き合う、朝から。全部、まとめよう、3人のやつを。目黒川行って、裸足で公園行って、太陽に挨拶して。そう。ご飯食べる前に、その感謝を親にみんな全員伝えて、はい、っていう感じかな？バトルオブ東京は。はい、バトルオブ東京は、はい、そういう感じのライブをしたいと思います。はい、そうだね。ぜひ、お越しください。お願いします。8月11日。10日、12日。はい。この3人をぜひ皆さん見に来てください。